はい、えー。今回は Cinema 4D でこんな感じの 3D ラインアニメーションの作り方をご紹介していきます。至ってシンプルな表現なのですが、2D アニメーションのアフターエフェクトなんかでは意外と苦手としている表現となります。そういった部分はこういった 3D ソフトを使って作った方が断然早くなってきますので、今回はこちらの作り方をご紹介していきます。まず、ベースとなるシーン、文字と背景を作っていきます。もうグラフ、もうテキストを配置します。文字を打ち替えます。 中央揃え。こんな感じですね。今回は平面的に扱っていきますので、押し出しは0にして、ペラペラで使っていきます。そして色を入れます。マテリアルダブルクリックで作成します。色を設定して、反射はなしにしておきます。 そしてテキストに適用。次に背景を作成します。床を長押しして背景を選択。マテリアルをコントロールキーを押しながらドラッグして複製します。ダブルクリックで色を変えます。そして背景に適用。レンダリングするとこんな感じですね。ではここから 3D ラインを作っていきます。 まず、ラインのベースとなるオブジェクトを作っていきます。立方体を長押しして平面。オブジェクトのサイズを幅50、500ぐらいとしておきます。そして、色を入れておきます。マテリアルをコントロールキーを押しながらドラッグして複製して色を設定。 適用します。この平面を 3D 空間に走らせます。ですので名前を帯と変えておきます。こんな感じですね。次にこの帯を走らせる軌道を作っていきます。マウスホイールをクリックして分割画面にします。 そして上からの画面でマウスホイールをクリック。上からの視点ですね。ここで軌道を書いていきます。ペンツールを選択します。そしてパスを書きます。移動ツールに戻します。こんな感じですね。 視点を戻します。こんな感じで、反映のパスを書きました。次にこのパスに高低差を作っていきます。こう、例えば、こんな感じですね。高さを下げて、カーブを上に持ってくると。 そして移動。このアンカーでき道をずらすこともできます。こんな感じですね。これで 3D 空間のパスができました。次に、 この帯を、このライン、スプライン1としておきます。この帯をスプライン1に走らせます。屈曲から、スプラインラップを適用して、帯にドラッグします。帯の、下にドラッグ。そしてスプラインラップをクリックすると、 スプラインラップの設定が出てきますので、ここで、スプラインの設定があります。ここに、スプライン1をドラッグします。こんな感じですね。そして今、設定が X 軸になっているのですが、Z 軸に変えます。するとこんな感じで、綺麗に載せることができました。 そして今このカーブのところで帯がカクカクしているのですが、これは帯自体のポリゴン数に依存してきますので、表示、線を入れると、こんな感じですね。この縦軸の分割数が少ないことが原因ですので、帯のオブジェクト、分割数、高さの方ですね、上げていくと、滑らかになります。こんな感じですね。 こんな感じで帯を配置することができました。では次にこの帯を走らせていきます。今このスプラインに対して帯が全て乗っている状態になりますので、スプラインラップから範囲を狭めます。終了。これが100%になっているので0から100まで長さ全部分になっているのですが、ここを短くすると帯の長さを短くすることができます。例えば20%としておきます。 そして、オフセットを動かすことで、この帯を動かすことができます。あ例えば、0秒の時にオフセット0%、60フレームでオフセットが100%でキーフレームを設定。すると、こんな感じで、帯がパスに沿って流れていきます。 正面から見ると、こんな感じですね。こんな感じで帯が流れていきます。少し軌道を調整します。スプライン1で。 感じとしておきます最初が少し映ってしまうので、最初だけ少し帯の出現アニメーションを加えておきます。スプラインラップ。今終了で長さを作っていますので、例えば、0秒の時は0から始まって、キーフレームを設定。そして10コマ進めた時に、20になると。 そして終了にキーフレームを設定。するとこう、最初は何もない状態から伸びてきて、こう流れていくと、いった感じですね。となります。次にこの帯のねじれを調整していきます。 スプラインラップの設定に回転という項目があります。ここですね。上の段が帯自体の回転、下がスプラインの回転となります。下のスプラインの回転を入れると、こう、ひねりを変えることができます。スプラインをひねることで、スプラインに沿って帯もひねるといった感じですね。 ねじりを加えることもできますここではそんなにねじれもいらないので こんな感じとしておきます。これで一本線を作ることができました。この素材を一旦ヌるでまとめます。立方体からヌるを選択して、スプラインをヌるの中に、帯もヌるの中に。これでヌるの中に、 帯とスプラインラップ、スプラインがまとまりました。これは名前をライン1としておきます。ライン1の中に帯とスプラインラップ、そしてスプライン1、軌道ですね、が入った状態となります。これをコントロールを押しながらドラッグして複製します。そして名前を書き換えます。ライン2。そして スプラインに。ま、同じセットですね。2本目のセットとなります。わかりやすいように色も変えておきます。コントロールキーを押しながら、マテリアルをドラッグ。色を変更します。マテリアルを上書きします。そして、軌道を変えていきます。 逆側に移動していきます。スタート地点を左に移動して、終了位置も左に移動。パスを反転。移動。 こんな感じですねこれで2本目ができました少しパスがいがんでるので。 こんな感じですねさらに複製しますライン3スプラインも3 色を変えます。コントロールキーを押しながら複製色を変更そしてのせ替え軌道を変えますスタート位置を変えて終了位置を移動 気筒があまり面白くない感じがするのでちょっと調整します。 全体的なバランスをとっていきます。 こんな感じとしておきます。こんな感じですね。これでベースのアニメーションができました。そして最後にカメラとライトを配置していきます。まずカメラを配置。カメラを有効にして、横軸、X 軸0、縦軸0。回転も00。 高さを微調整。前後間、距離も調整。こんな感じですね。カメラもゆっくり動かしておきます。Z 軸にキーフレームを追加して、時間を進めて少し前に移動。で、キーフレームを追加。 最初のイーズがいらないので、キーフレームを右クリックして、線形。こんな感じですね。そして影、陰影をコントロールするためのライトを配置します。ライトを二つ配置します。ライト、一つ目を カメラをオフにして手前の左から2つ目を手前の右からカメラをオンにします。 ライトの位置を微調整します。高さを下に移動して、下からの影を消します。こんな感じですね。これで完成です。こんな感じで 3D 空間に立体的なパスを書いて、そこにラインを走らせることで 3D ラインアニメーションを簡単に作ることができます。今回は以上です。またお会いしましょう。